て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。今回は劇場版仮面ライダーフォーゼに登場するライダーについての動画となります。いわゆる劇場版限定ライダーってやつだな。さて、そんな劇場版限定ライダーは、ミサキナデシコソルガナデシコドライバーを使って変身する。変身。でおなじみの仮面ライダーナデシコです。女体化したフォーゼみたいな見た目だぜ。デザイン的にはセーラー服もモチーフになっていますね。確かに首元とかそんな感じだな。フォーゼの能力をトレースしているため、能力的にはフォーゼと同等のものを備えています。この見た目でフォーゼと同スペックなのか。とはいえ、アストロスイッチの付け替えなどはできないほか、両足用のスイッチもオミットされています。じゃあ、ライダーロケットドリルキックができないんだな。そもそも変身やリミットブレイク用のレバーもついていないので、側だけトレースした感じですね。じゃあ、使えるのはロケットとレーダーだけなのか。劇中で使ったのはロケットのみですが、ロケットモジュールを使ったナデシコロケットキックという必殺技を使いました。っていうか、そもそもこのナデシコって子は何なんだぜ。人間なのか。いえ、シードオブライフフロムザユニバース、通称ソルと呼ばれる銀色の不定形な存在です。コズミックエナジーを細胞核に蓄えた宇宙生命体の一種であり、猛烈なスピードで細胞分裂を起こして新しい組織を作ることができます。つまり、超スピードで成長する銀色のスライムか？大体そんな感じですね。この生命体は隕石とともに地球に飛来しましたが、財団 X によって捕獲された後、仮面ライダージョーカーとの戦闘中に保管容器が壊れました。ジョーカー？翔太郎が絡んでくるのか？この映画はダブルからフォーゼまでが絡みますね。そこで逃げたソルは経緯は不明ですが、女生徒であるナデシコの姿をトレースした後、空から落ちてきたところを源太郎に助けられます。空から落ちてくるヒロインってベタだけど、仮面ライダーの世界だと珍しい気がするな。最初は彼女に意思はなく、源太郎の行動や言動を反射しているだけでしたが、源太郎と過ごすうちに意識が芽生えました。主人公と触れ合うことで芽生える心、ロマンスだぜ。そうですね、源太郎も彼女に一目惚れをし、いつもの友情の印ができず、友達以上の関係になりたいと思っていました。おお、あの源太郎が恋か、青春だな。そんな源太郎の思いが、ソルの急成長を促したのかもしれませんね。最終的には明確な意思表示ができるまでに成長、源太郎も彼女に好きだと伝えることには成功しましたが、敵のボスによってソルを奪われてしまいました。人の恋路を邪魔する奴は許せないぜ。さらに純粋なエネルギー量子に変換されてしまい、彼女は肉体を消失、つまり死んでしまいました。そんな、せっかく思いが通じ合ったのに、死に別れてしまうなんて。その際、彼女は源太郎にロケットスイッチスーパーワンを託しており、そのスイッチでステーツチェンジした姿がこちらの、ロケット、スーパー、ロケット、オン。でおなじみの仮面ライダーフォーゼ、ロケットステーツです。両腕がロケットで塞がっちゃってるんだぜ。そちらは水力が 1.5 倍に強化された強化型のロケットモジュールですね。ただでさえ2つ装備で2倍なのに、元々のロケットも強化されているのか。ロケットが増えたことで、より複雑で変則的な動きが取れるようになったほか、単身で大気圏を突破することが可能になりました。マッシグラーとパワーダイザーを使わなくても宇宙へって、コズミックならワープで宇宙まで行けるじゃないか。この映画の時間軸的には、メテオが出る前のお話なので。ってことはまだマグネットステイツも出てないってことか。必殺技はライダー切りもみクラッシャー。両腕のモジュールで加速して繰り出す、切りもみ回転からのキックです。これ両腕塞がってるけど、どうやってリミットブレイクしたんだ？ベルトを操作する際は、一時的に空中で分解されその場に留まってくれるので問題ないですね。すごい技術だぜ。もう一つの必殺技はライダーダブルロケットドリルキック。ドリルモジュールを装備し、仮面ライダーオーズのスーパータトバコンボと連携してキックを放ちます。映画のとどめにふさわしい合体攻撃だぜ。こうして最終決戦を終えた源太郎のもとに、エナジー体となったソルが最後の挨拶を交わし、友達としての記憶を胸に彼女は宇宙へ旅立ちました。
友達として、か。ゲンタロウ、失恋しちゃったんだぜ。そういうほろ苦いところも青春ですよね。その後はテレビ本編でも2回ほどロケットステイツへと変身しています。劇場版限定フォームかと思ったら、テレビ本編でも出番があったのか。変身の際はなでしこの名前をつぶやいていたので、一応映画の世界はパラレルワールドではなく本編と繋がっていることが示唆されましたね。思い出はちゃんと源太郎の一部になってるんだな。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。